皆さんこんにちは村岡のぞみです他の集団とは特質的なものがあってだいたいワークショップからね参加するんですけどあのワークショップに参加すると毎回「あこうだったな」っていう。 野田マップでしか使わない脳の部分があるんですよね。多分他では使わない。脳みそを刺激される部分があって。まあ、今回もワークショップとかでも。やっぱり来たかっていうその。特殊な脳の痺れ方をします。はい。<laughs> なんか野田マップっぽくないなっていう。まあ、数学的であり。 でも、正三角関係ってとこで、ちょっと文学的でもある。なんか両方の知性を感じるタイトルだなって思いました。なんか、まあ、三角形なだけに、すごくシャープな。印象で、あまり内容をすぐに想像できない。ものだなって思いました。一言で言ったら。 一緒にできて嬉しい人たちばっかりです皆さん一緒の空間で、えー、きっとねああだこうだしてもう喜びも苦しみももうあの一緒に味わうんだと思うんですけどそれを一緒にこの皆さんと体験できることを思うととってもあの楽しみです毎回野田さんの作品には大きなテーマが一つ入っていますけど 今回も一つ大きなテーマが入っていると伺っています。まあ、膨大なこう文字数のあのドストエフスキーのね。あの本とやっぱなんか野田さんがその中から罪とバスの時にも思ったんですけど、なんかもう。本当にドキーンってする一言がこうポーンってこう出てくるんですよね。なんかそれが今回もその台本と。 その野田さんの頭の中の世界とがそのどう絡み合うのかっていうのはあのすごく楽しみですし台本とか花火師の男の生涯とその大きなテーマとがこう出来上がるのはなんかまあ早く早くそれを手にしてあの実感したくてたまらないというかそういう意味ですごく本当に あのまあ、緊張ももしますねねとっても、ね、あのですけど本当にあのみんなでそれをつ作っていくことが突き上げていくことがあのとても自分もそこについていけるかなっていう心配もありますけどもう本当にもう脳がしびれまくると思いますが <laughs> 肉体とともにあのみんなでその作る 家庭が本当に楽しみですそうですねんかパリもそうだったんですけどやっぱりお客様のなんかお芝居を見るという距離感とか、えー、生活感がやっぱりこう日本の中でのこう皆さんの人々の生活の中での感激っていうスタンスとまた海外その国によってねその 演劇を見るという行動がなんかそれぞれのこう国やその方たちにとってのえなんか違うように感じたんですよねなのでまた「ノラマップ」というものを見に行こうと思ってくださるそのロンドンのロンドン在住の皆さんがどんなふうにあの思ってくださるか。 どんな風な熱を持って、どんな風な興味を持ってきてくださるのかなっていうの。なんか舞台上とね客席で感じるのは。あの、楽しみですね。えー、皆様。正三角関係。あのー、これまでの野田さんの。お作品の中でも。なんか見たことがないものになりそうな予感でいっぱいです。私も。 とっても楽しみにしておりますぜひ劇場に足を運んでいただけたら嬉しいです、えー、北九州の皆様、大阪の皆様、えー、ロンドンの皆様そして東京の皆様、えー、お待ちしております